ハワイホノルルに来ています。まあ、それでね、今ね、見てわかる通りですね、コストコの前に来てるんですけども、私ね、日本でね、一応コストコ会員でありまして、まあ、皆さんね、コストコ会員ですか？年間ね、まあ、4000円とかそれぐらい値段払ったらね、まあ、コストコに入れるっていう権利、まあ、買い物できるっていう権利で、まあ、コストコってやっぱりね、こう買い物とかね、かなりね、まあ、大量に商品買う必要あるんですけども、格安にね、購入できるっていうんで、まあ、結構ね、日本でも人気なんですけども、このね、日本で発行したカードがあればね、海外のね、コストコもね、なんか入れるみたいな話を聞いてね、ちょっとね、今回それをね、実際に実証してね、ハワイのね、コストコで買い物したいと思います。まあ、それでね、ハワイのコストコって、過去に入った人のなんかこう、いろいろブログの記事とか見ると、結構ね、やっぱ物が安くて、お土産みたいなね、商品もいっぱい置いてるらしくて、さらにね、他のなんかドン・キホーテとかね、いろいろね、ウォールマートとかあるんですけど、そこよりもね、安く買えるみたいな話をちょっと見たので、実際にね、本当に安いかどうかっていうのをね、ちょっと見てみたいかと思います。まあもうこれでね、もし安ければね、皆さんもぜひともね、ハワイ来た時はね、コストコ来てみて、そこでね、まとめてね、お土産とかね、買ってみてはどうでしょうか。それでは早速中に入ってみたいと思います。それではね、コストコ普通に入ることができましたね。特に今回入るときは、入り口時でこうなんかカードの提示とか必要なかったんですけども、買い物するときですよね、ここで必ずね、会員カード提示しないとね、買い物できないはずなんで、そこでね、ちゃんとこの日本のね、コストコのカードで入れるかっていうのはね、ちょっとこれから調べてみたいと思います。とりあえずね、買い物してみたいと思います。それではね、さすがハワイのコストコだけあってね、こんな風にね、入り口のところにサーフボードが、ね、売ってました。これちなみに350ドルです。ちょっとね、僕たちサーフボード分かんないんで、これが高いか安いかってよく分からないんですけども、まあ、安いんじゃないですかね。ここにね、ちなみにこんなファミリーのプールが売ってるんですけど、これ32ドル、33ドルですね、買った、まあ、皆さんもお土産にしてみてはどうでしょうか。25万円ぐらい。4パック。ポップコーナー食べれるじゃないですか。これは18ドル。まあ、ただ美味しくなさそうだ。すごい。でかい。それではね、今コーヒーコーナー、やっぱりね、ハワイといえば粉コーヒーとかね、有名だと思うんですけども、こんな風にね、 100%、まあ、粉コーヒーとかもね、たった26ドルで売ってます。昨日ね、ホノルルコーヒーに行ったんですけども、確かね、 100% 粉コーヒーはね、36ドルぐらいしたんで、それだとね、まあ、コストコで買った方がね、粉コーヒーでもいろいろあるとは思うんですけども、こっちの方がね、コスパはね、良さそうです。いろんな他にも種類があるので、ぜひともね、コーヒー買ってお土産とかね、自分で飲むように買ってみてもいいかもしれないですね、コストコで。レジの前にこうやってね、ハワイのお土産コーナーみたいな感じで あって、例えばまあこんなね、ハワイだぞみたいな感じのお菓子とか、まあお土産みたいな感じのやつが、まあ、これ6個の缶になってて20ドルとかですし、あとね、もちろんチョコレートとかもね、こうやってね、ちょっとこれはでかいんでお土産にはどうかと思うんですけど、まあね、親しい友達とかのお土産にはいいと思うんですけど、こんなのが13ドルとかね、とにかくね、すごい安くでかいやつが売ってますね。まあ、お土産ショップで買うよりも確実にこれらは安いとは思うので、ぜひともね、まあコストコ来られた際は来てみてはどうしよう。もう会社の職場とかにはこんなやつでもいいかもしれないです。こんなのだったらパッケージ化されてるんで、これが23ドルとかなってますね。ちなみにまあレジはこんな感じで結構並んでるんで、並ぶ必要はあるんで、せっかくなんでね、いっぱい買ってみた方がいいと思います。こんなやつが、こんなやつがね、まあ普通の免税品とかで売ってるようなやつが6パックで15ドルとかですね。多分まあちょっと後で確認してみようと思うんですけども、おそらくね、普通の店で買うよりも安いですし、あとね、他のね、ドン・キホーテで買うよりも多分安いんじゃないでしょうかね。Oh, is that what you want me to eat? I don't know.
美味しい。No。 問題なくね、まあ、アメリカでね発行したカード以外でもねハワイで使うことができました。こんな感じでね、普通に別に何も特に言われなかったですね。それでね、まあ、出るときはまあコストコでね、皆さんご人だと思うんですけども、レシートとね中身をこうチェックして外に出るような形で今ちょっと待ってる状態です。はい、あとねコーラもね、あの自動販売機で売ってたんですけども 1.25 ドルってあの値段で、ね、だいたいまあ140円ぐらい。これねアメリカってねコーラでもね値段1本2ドルとかするんですけども、ここはね 1.25 ドルでね、まあ、だいたい140円ぐらいで売ってるんで、かなりねお得感がありましたね。フードコートに来てます。まあそれでコストコのねアメリカハワイのフードコートにも当然ねこういう風にあの日本でもあるようなねピザとかねホットドッグとかがまあ安くね食べることができます。ただ日本とそこまでメニューは変わんないのかな。なんか僕はちょっとオリジナルメニューっていうのは発見できないんですけども、ありますかねこの中に。まあこんな風になってて、まあ別にねここで食べる必要はないかなっていう風に思うんですけども、まあここでね食べるのももちろんありだと思います。やっぱりなんだかんだ言ってもねここが本番になりますので、まあこんな感じで今回ねハワイのコストコに潜入してみたというね動画でした。まあ無事ね日本で発行したねカードで買い物できてとても良かったです。まあお土産もねやっぱり買うことができるんで、ぜひともコストコのカード持ってる人はハワイに来た時にねハワイのコストコに来てみてはどうでしょうか。 Google マップでね検索すればちょっと歩くんですけど市バスで来ることもありますし、あとね、まあ、タクシーとかねあと Uber とかも使えばねだいたいワイキキの市内から、まあ、20ドル30ドルぐらいで来れるのかな。ある程度ね買う予定の人じゃないと、まあ移動費だけであんまりお得感出ないと思うんですけど、いっぱい買う人はねおすすめです。何よりねやっぱり違う国のコストコもなかなか楽しいです。現地の商品とかね日本では売ってない商品もあるんで、まあこんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。まあ、この動画がね面白かった役に立ったっていう人はねぜひともいいねボタンを押していただければ嬉しいです。またねチャンネル登録してない人がいればね、まあこの動画をねアップしているうちも私は違う国のねコストコに行ってるかもしれないんで、まあそんなことはなかなかないと思うんですけども行ってるかもしれないんで、ぜひともねチャンネル登録して今後の私をね追っていただければと思います。またね私 Twitter、Instagram もやっていますので、そちらもあとねブログもやっていますので、そちらのねフォローとチェックもよろしくお願いします。はい、そんな感じで終わりたいと思います。それではまあ自分はねこれだけ今回ね買いました。まあ主にコーヒー豆とか、あとはねハワイ産のお土産、まあ僕じゃなくて妻が選んだんでね、ちょっと分かんないやつもあるんですけども、こんな風なやつを買いました。皆さんもねぜひねハワイのコストコではハワイのものをねせっかくなんで買われてはどうでしょうか。